カンテレ開局65周年記念、3000人の吹奏楽ファイナル、いよいよフィナーレとなりました。フィナーレの準備の間、1961年初めて開催いたしましたこのイベントの歴史を少し振り返っていきましょう。1961年昭和36年に1000人の合同演奏春の吹奏楽として始まったこのイベントは、翌年から2000人の吹奏楽とタイトルを変更しました。その年、チャイコフスキーの序曲1812年を演奏した際には、西宮球場に大砲を持ち込み、楽譜の指定通りに空砲を鳴らすというすごい演出をいたしました。屋外球場での開催は、明るい時間から日が暮れてだんだんと暗くなっていく様に合わせて演出が考えられていた時代でした。西宮球場、懐かしいですね。屋外ですから天気も大変だったですよ ね、 雨の日はね、ちょっと苦労したこともあります。これが2000ですね。さあ、そして1989年平成元年には3000人の吹奏楽とタイトルを変更しました。1993年にはなんとギネスブックに挑戦し、世界最大のマーチング5034人という記録を打ち立て、見事に当時のギネス世界記録に認定されました。とにかく動きながら演奏しないといけないので、球場をいっぱいに使ってぐるぐる回りながらマーチングをして記録を達成しました。5000人ですね。さあ、そして夜ですね、光の演出も加わると、このように鮮やかなシーンが出来上がりました。上から見るとこんなカラフルな光の輪が出来上がったのですね。2003年には会場をここ京セラドーム大阪に移して、3000人の吹奏楽の新たな歴史を刻んでまいりました。第50回記念から前回までは、一般の方々にも参加していただき、合同でアルメニアンダンスパート1を演奏しました。雨の心配がなくなったため、各出場団体思う存分演奏を演技していただき、今日を迎えています。ドームの中でも花火の演出が続いています。様々なライトを使った楽しい演出も毎回皆様に楽しんでいただけたのではないでしょうか。時代が、ね、変わってきても、やはりこの特別があるというね、この演出、そして皆さんの思いというのは、ね、変わらないですよね。今日のグランドフィナーレがどんな風になるのか、どうぞ楽しみになさってください。ありがとうございました。先ほどもご覧いただきましたが、最初は1000人から始まり、2000人、3000人と人数が増えるに従い、名称も変更してまいりました。会場も西宮球場からここ京セラドーム大阪へと変わり、その時々の趣向でいろいろな演奏演技をしていただいたほんの一部をご覧いただきました。さて、この後フィナーレの1曲目のアルメニアンダンスパート1の準備で ほぼ整ってまいりましたが、長い間3000人の吹奏楽にご尽力いただき、おととしお亡くなりになりました淀川工科高校の丸谷昭夫先生がアルメニアンダンスに寄せる思いを語っておられるシーンをご覧ください。この3000人の吹奏楽、このフィナーレといいますと、第50回から、ね、毎年演奏していますアルメニアンダンスパート1ということですが、改めてどんな曲か先生からご紹介いただけますか。吹奏楽のために書かれたアルメニアンダンスパート1は、
アルメニア地方の民謡を素材にした舞曲ダンスですね、それをまあ5つの楽章に分けて書いてるんですけど、どういうんですか、オーケストラでいうベートーベンの第9年、ね、吹奏楽がのこのアルメニアダンスがいつでも一般の皆さんに親しんでいただけたらと思って毎回毎回やってるわけでございます。丸谷先生にとってこのアルメニアダンスパート1というのは言ってみれば恋みたいな感じですか？もうその通りですね。もういつでもずっとやってるわけです。どこ行ってもこの曲やって、そのうちに皆さん覚えていただけへんかなと思って、もう次の世代まで残したい吹奏楽曲の一つですね。丸谷先生のこの映像は前回の2018年、テーマが音楽に恋してるということでここでお話をした、もう今もきっと丸谷先生はここにいらっしゃると思います。こちらにいらっしゃるのはアルメニアダンスパート1を今日指揮してくださいます淀川工科高校の出迎い高幸先生です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。出迎い先生はずっと丸谷先生のそばで一緒に音楽活動されてきました。今のお言葉どのように感じられましたか？そうですね、やっぱり涙がもう出てきますよね。もう本当にすごい方だったので、僕たちも横でいつもサポートしたりとかお手伝いさせてもらってたんですけれども、やっぱりこう年々やっぱり吹奏楽界においてはもうなくてはならない存在でしたので、やはり先ほどのビデオを見てもやっぱりちょっと涙が出ます。はい、今回アルメニアダンスパート1演奏ということですが、どんな思いで練習してこられましたか？そうですね、この演奏される方々、それから後ろでね、いろいろとフォーメーションを組んでいただける方々が、おられますが、先ほどもリハーサルをさせていただきまして、スムーズにことが進んだんですけれども、この本番においてはですね、やはり丸谷先生に思いを届けたいと思いますので、本当に一人一人が前向きにですね、音楽をしながら、演技をしながら、このアルメニアダンスを演奏したいと思っております。はい、それではアルメニアダンスパート1よろしくお願いします。
ーからの演奏でした。続いては伝統ある3000人の吹奏楽の歌を第1回から出場している呉羽小学校の皆さんと、今回は呉羽小学校の卒業生も加わったコーラス隊の皆さんに歌っていただきましょう。会場の皆さんもぜひ一緒に歌ってください。指揮は畑和夫先生です。
3000人の吹奏楽ファイナル最後の曲となりました。さよならマーチです。